皆さんこんにちは、ダイダです。超回転寿司ストライカー。前回最終回迎えて、今日はクリア後ちょっとだけおまけでやりたいと思います。ゲームクリア、おまけでアニメムービー見られるぞってね、もう見ませんけどだからいつか見返そうかな。でもさて、クリアしたら何か起こるんでしょうか。ちょっと見てみましょうか。多分チンジの森とかでなんかあんのかな。行ってみましょう。とりあえずおっすー、武蔵ハン、なんかあるネタ。そうやな、お客さん話聞いてみましょうかってね。ご無事でしたか。ああ心配でしたよ。龍馬さんは武蔵さんぐらいの子供が苦手だと言ってました。はら重要な役目を任される武蔵さんは頼りにされてると思いますよ。龍馬もうおらんよ今あるネタこれぐらいやな。え、ゆっくりしてって。何もないのね、ない、なんかない、他ない。よくぞ聞いてくれはりました。秘密の依頼があったんやっていう。何でも。帝国の西、あーこれね、レーンドライブギアを作るでな。究極のレーンドライブを作るため不思議な丸石を探しとるっていう話や。ギア、はあ、武蔵藩チャンスや。とにかくギア作ってもらうんやでっていう。ああ、なんかある。まあゆっくりしてってや持ってきたぜ。持ってる持ってる、不思議な丸石、これやな。おー、あー武蔵さんすごいですわ。よっしゃ、帝国西の情報地図書き込んどくでっていう。さあこれで生きるようになったのか。気ぃつけてな。あー行ってきまーす。ん、まだ他にもあるとこれね。まあちょっとその前にまず見てみましょうか。帝国西、つまりここですね。オープンしました。ちょっと見てみましょう。西エリア奥地行ってみましょう。隠れた神社があるらしいってね。うん、まあ、とりあえず奥まで進んでみましょう。レベル低っ、行くぞ。うっすー、隊長殿、神社までの舞台配備完了しました。これ昔に来れたとこだよな、多分。うん、クリア後じゃなくて我らがいただくぞ。帝国軍だ。で、来たか、例のボタン持ってきたか。お前らあの石手に入れてないな。だから貴様から奪うのだ。行くぞちょっとこれ敵弱すぎるのでね、終わりまで一発っていっちゃいます。さあ、やっとやっと抜けてきましたね。敵のレベルを29まで上がりましたね。最初に比べたらちょっと強くなったかなって感じです。ここで多分なんかギアがもらえるんだよね、多分強いやつ。道都の話だと究極のギアを作る技師がいるのはこの神社か。あれ、ミコの姉ちゃんやん。あなたが武蔵なんですか。あれ、解放先生のスシュライガー武蔵。え、な、立ち絵使い回してくれてんじゃんこれ。ウケる。はい、ねえ、技師、ミコです。レインドライブギアの技師です。武蔵さん、究極のギアに必要な丸い石持ってます。あるよ。ああそれです。よし、じゃ作ってくれよギア。かしこまりました。すぐに取り掛かりますね。どんなギアができるんでしょう。ガタンボトン、ガタンゴトン。やった、戦いないのかなこれって。できました。うん、いたぞ。そのギアは我ら帝国軍が接収する。出た、また出てきた。しまった、やっつけねえと。うわ、出た、お前らギア回線で終了。武蔵か、これは我が帝国の未来に必要なもの。いやもう皇帝兵がやっつけだって。俺前回さあ本国へ。うわ、帰られた、うん、倒産ぞ。マジか、だるい。回収できへんのこれ。さあとりあえずこいつでうさばらししましょう。いやもう皇帝陛下をやっつけた俺たち勝てると思ってんのか。超強いぞ俺たち。いやもうドン引きするぐらい強いよ今本当。ねえ、なんかなんだろう、あれバイバイシュートがやっぱぶっ壊れてるよな。あれが強すぎる。あー、皿がなくなった今。これがスーパースシライカーダイダラの実力や。皿はよくなくなる、時間切れや。それな、あれあれあれ。さて、おい、黒い皿、うまい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 、黒い皿、うまい。よし、マイウェイして。よしよしよし。いや、マジでうまい。いいよ。なんかないの、いい皿が。痛い。マイウェイ食いもね、ほんと強い。ねえ、引くほど便利。ちょっとしくったなこれ。で100年からいきます。
キャッチレンジャラでバイバイシュート準備よっていっちゃおうか。バイバイシュート、どん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 、今の終わんない、マジでいってんのかこいつ、強いぞこいつ、もう打って打ててよっしゃもう最後ご了承や、褒めて伸ばした部下たちは全滅かってね、残念でしたね。よしってことで見事攻略です。しかなんかったなこれ。さあ隠しエリアまだ他にもあるらしいんですよね。ね、もう一個ぐらい行きましょう隠しエリア。ムサシさん、あっす、ギアなくなったじゃん。あいつらはすでにねえ、いずこは変え、ギアの機材も持ち去られた。機材まで、かわいや、かわいそうに。ムサシさん、申し訳ありませんね。いや、あんたのせいじゃないよ。まあいいさね、奪われたギアの情報は入ってくるだろう。どうしたの、何笑っとんねん。ではこれ使ってください。なにこれかっこいい、ベイブレードみたい。はい、究極のギアには及びませんが高性能のレーンドライブギアです。あら、ありがとうございます。ハイパーギア、マジでやったー、やっつけてくるわ。究極のギアは持ってかれたんだ、いつから取り返せんのかな。はい、でまだなんですけど、鎮守の森でまだなんかイベントがあるそうですね。行ってみましょう。こんにちは、武蔵はん店やけど増築しようと思ってんねん。あ、来たさ、ついに。でも悩みがありますのや。出た不思議な石、そうや、エスパーちゃいますかって持ってるよね、不思議な石いっぱい。7個必要、7個あるかな。わかった、任せとけって。ほんまでっか、ちょっと確認してみよう。あ、7個持ってんじゃん俺、ちょうどぴったしやん、ぴったし、危ねえ。すごいでわー、どうもよっしゃ、よし、さあこれで増築してなんか変わるんだよね、回転寿司。あー、でなんか変わってるこれわからへん、違いが、柱赤くなったね。え、お客も増えて得でだったね、入るやろうなーってやつで、もう一回ですね、ここに基本的に情報が集まってて、ここに行くとなんかどんどん解放されていくらしいね。よくぞ聞いてくれました。確かな筋からの情報や。武蔵は盗まれたレーンドライブギアの行方分かったで、あーもう分かった、早い早い早い。なんでも帝国の南軍関係の地下研究施設に持ち込まれた。これがクリア後の隠しエリアらしいです。なんだって、とてつもない実験、分かった、行こうぜ。よっしゃ、帝国南の情報やで。お、じゃあ行ってきましょう。でしかもそこがね意外と難しいっていう噂なんですけど、どうなんでしょうか、本当難しいんでしょうか。はい、行ってみましょう。秘密の研究が行われているという。敵、うわー、敵のレベル40やって強すぎワロタやで。これで新しいギア装備しときましょうか。で、まあでもこの辺りからもう黒帯別に装備しなくてもいいし、黒帯外しとくかね。これどうするでしょう。で、ギアだよね。今クイックギアっていう便利なつけてたんですけど、ハイパーギア、スーパーギアよりも速いってこと。うん、なんか速い、ほうわからんけど、とりあえずハイパーギアにしときましょうか。よし、ではでは行ってみたいと思います。ここの敵マジ強え、レベル上げなきゃな、ガンガン。出た、三将軍が解放戦線に負けたらしいね。クリア後やからなここあー聞いたよ、ひょっとして帝国やばいんじゃねえか。やばいよ、もうぶっ壊れるぜなんでも皇帝陛下の特務機関ですごい開発明が行われてるらしいぜ。何それ、ま噂だがな、うん、帝国軍守り固いか。何ねえ、我ら帝国守備隊が相手だってことでやっつけていきましょうか。とりあえず一体見るかねえ、寿司キエールねえ、うん、まあ敵の寿司神は強いのはいないかなって感じですね、この辺りだったら。よし、さあサクッとやっつけましょう。さあ新しいギア、ハイパーギアの性能確かめてみましょう。いくぜ、勝負だ。ねえ、ハイパーギア、あー、なんか心なしか早い気もするもう心なしかーって感じ、違いがぶっちゃけあんま分からねえっていう感じはあるよね、なんか、うん全世界の寿司ライカーに怒られるかもしれんけど、俺には違いが分かんねえ、あまり
ちょっと早くて使いやすいのかな、ちょっとは。うん。あ、寿司消えてもうた。うぜえな、寿司消える。29したら。よし。キルパワーハンターはすごい。まだまだだ。よし。やらしい攻撃ばっかしてくんな、敵。わあ、独占された共通連。マイウェイ打ちてえけど、マイウェイ打てねえ。で、100連ドラ。よっしゃ。さ、黒い皿がクッとたまった。バイバイシュートたまったら、打ってやりたいとこですね、ここは。バイバイシュート、マイウェイ。寿司キエールはうざい。さあ、これで終わらせましょう。ボンボンボン。うん、勝てるね、全然。ただ、黒火がないと若干ピンチっていうか負けてたかもしれないっていうぐらいかな。もう星も何もいらんからな。サクッといってしまおう。わっ、なんか契約できたっぽい。ラッキー。あ、未契約持ってたやつかな、これって。未契約だ、出た出た出た。こいつレア寿司神です。そうなった。ねえ、カズラ札。食べるがよい。食べましょう。お寿司食べましょう。何出てくるかな。俺トロサーモン食いたい。トロサーモンうまいよね、めちゃめちゃ。俺なんかハマっちゃったんだけど。あとはまあ中トロでは出た、これ何、アナゴウナギ、どっちかです。いただきましょう。あんま俺好きじゃない。うまい。あ、寿司食いてえな。だって分取りシールドだ。よろしい。じゃあな、まあ控えにいてくれや。はい、では、どんどん奥進んでいきたいと思います。あ、やっとここ最後かな。めっちゃ強かったぞ。レベル49っておかしいでしょ。超しんどい。なんだここは。専用背景あるで。へぇ、ドートの情報だとこの実験室にあのギアが持ち込まれたらしい。いいぞ。さらに加速だ。あ、流れてんの、あれ回転寿司か。めっちゃ速い。さすがは究極のレーンドライブギア。寿司を高速まで加速させよう。いやいや、速すぎやろ。高速まで加速後、衝突させます。何するつもりや。寿司を衝突？何やってんの。とんでもない実験だ。そりゃ潰せ。ほら、何？侵入者だとは、守備隊はやられただとクソ。出た、隊長だ。お前は武蔵、よくも大事な実験施設装置を。うるせえ。寿司を粗末にする実験なんかさせるか。究極のギア返してもらうぜ。ねえ、回遊陣にして陣雷いただいてやるぜ。ねえ、まだ陣雷奪える気でいるんだこいつら。じゃレベルっていうか人よ、たが3万6000やで。ねえ、3月6日はダイヤの誕生日やで。やべえなこれ。というわけでいきたいと思います。ねえ、勝てるかな。見せてやろう。ヒットポイントの差がおかしいでしょ。俺黒帯使ってないんだよ今回。ねえ、よし。さて、おーっと、美味しいお寿司を食べて元気になりましょう。銀の皿。あ、もう一回ダメか。さあ、もう祭りが始まってしまった。早い早い早い、祭りが早い、祭りが早い。おー、自動シュート封印って何やそれ。マイウェイ食いしてーとこだけど、まだする時ではない。100連皿 OK。 100連皿しとくか、とりあえず。敵陣スキル禁止。敵陣スキル禁止で、お前タイミングよく使うなや。賢い。これまずいな。敵のスキルいっちゃう上、なんだろうあれ。ね、自動シュート。あ、自動シュート封印か、それ。そだり。あ、じゃあ上のやつじゃないの。うん。ちょっと青2つ打って、お祭り中に100連皿をぶちかまして、間違った、バイバイシュート。タイミングミスった。今のはプレミアで完全。体力でも1万5000か。まあ負けそうではないっすね、まだ。うん、全然勝てる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 。俺は勝てる、俺は勝てる、大体勝てる。ナンバーワン、ナンバーワン。よし、
シュート封印。危ねえ、自動シュート封印される前に打ててよかった。まだまだまだ。早い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 。やっぱ早いとね、むずいね。うん。禁止でやめろ。さあ、マイウェイグイが集める。やろう、マイウェイグイ。銀の皿。で、あんまないなぁ。1位ね、じゃあ行くか。これで何も起こらぬ。まずい。あと7000体力こっちが、向こう8000ギリ勝てる。いや、ひたすらで落とそう。くらえ。よし、レベル差がなたくさんあっても大丈夫だ、ね、テクで勝て。C ランク、ただし C ランク。テクっていうより今スキルで勝ったって感じだもんね。バイバイシュートの、あざす、バイバイシュートさん。どうや、ファイトを給与ギア取り出して、あ、出たよまた変なやつ。お化けは無意味なもの、いや世界の未来に必要なものだ。何だって、何出たこいつ、何の実験だ。さらばだ。返せよギア。逃げられたぜ、みんな逃げたな。何これ、資料かな、秘密の研究資料を手に入れた。これはやばい、まさか、え、人工寿司ゲート計画。なんかやばいこと考えてるってこと。寿司ゲートっていうのは寿司神のあのゲートだよね。うん、さて、これで終わりと思いきやまだあるみたいですね。またここですね、招き寿司来ました。ネタ入ったでーっていう、これ聞きましょう。よくぞ聞いてくれはりま。お客さんの噂やねんけど、なんでもさらに南に海に浮かぶ島で謎の爆発があったらしい。さて皆様、これがねクリア後の要素、最後のやつですね。レーンドライブギアが持ち込まれたっちゅう話や。なんだって、サクッと倒そうぜ。渓谷南の情報書き込んどくでー。よいしょ、やった、気ぃつけてな。さあこれか、勝てるかな。さあこれが実質ラスト、果たして俺は勝つことができるのか、行ってきましょう。謎の小島、ここですね。ドドドドン、うわーお、手を進めレベル50。やばいやろこれ。くぅ、ここまで来るとはしつこいやつめ。この体積や、そうはいかぬ力で奪ってみよう。さあ、人工寿司ゲートを作ろうとしてるしよう。クマテン、バイバイシュート、透明ライカー、スキルパワーハンター、結構えぐい編成ですね、これ。勝てるかな、これ。勝てるかな、ちょっとやばいぞ、こいつ。で、特務軍ボス。クマテンが一番やばいんだって。いただくぜ。さあ、で、勝つぞ。お、銀の皿も結構、通常状態でも出てくるよね。でもやっぱ赤とね、青がすごい。お祭りの時には、お祭りの時以外ではすごい多いので、赤、青中心につなげていきたいとこ。うわ、銀がすげえある、これは。よよよよ。で、マイウェイウェイして、黒い皿にして、今度シフトチェンジして、赤い皿になった。まあ、いいでしょ、赤い皿でも。で、黒い皿にまた戻ってきた、ダイダラです。よい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 。もうマイウェイ切れた？おいしい。100連失点、バイバイシュート、くらえくらえくらえ、あと5000。透明ライカー最後使われてた、大丈夫？でもダメージ入ってるから大丈夫でしょ。で、金の皿たくさんあって嬉しいな。バイウェイビー、バイウェイビーなんで使えない？スキル奪われた今、スキル奪われてる今。え、なんか溜まったと思ったら溜まなくなる。敵のスキルだよね多分、読んでて。えぐいなぁ、スキルゲージ奪ってくる敵なんて。さあ、マイウェイ食いでお祭り発動しやすくさせて、バイバイシュート食らった、大丈夫。さあ、お祭り、お祭り100連皿で終わらせるか、これは。すげえ、お祭り100連皿、金の皿だぜ、なめんなや、ほら大最強。レベル50も大したことねえわ、これ。人工寿司系度なんて、ね、本当の幸せがやってくるわけないって。人工で寿司出てくるんだったら別にいいんじゃねえかなって俺思うけどさ、多分ダメなんだろうな、そこは。武蔵のあの信念に反する行為なんでしょう。へへち、クソうめえな、マジで。エビ天ロールじゃなくて。やば。さあ、どうだ。
そんな世界の未来が、わあかっけえ、やっぱベイブレードやんこれ。アルティメットギアを手に入れた。これが本当のギアや。人工寿司ゲートとはバチ当たりな。しかしそんなことができるのか。理論は完璧だった。しかし考慮外だった要因が。覚えていろ、なんかあったんかな考慮外って。で、え、え、まだなんかあんのこれ。ちょ待って、なに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 、まだおすすめレベル50。これが本当のラストかな。行ってみましょう。なんか異様な雰囲気だな。武蔵藩、あ、どんどん出てきた。オス、え、なんでここに。いや、あの後情報入りまして、実験失敗やったんです。いや聞いた聞いた、なんでもシャリの粘性が原因みたいや。人工寿司ゲートは無理やったんどうす。あ、そうなんや。シャリがネバネバする。全然わからん。それがな、超加速した寿司の衝突エネルギーで寿司の世界の扉を開こうとしたんやけど、なんやそこで。ああ、シャリが粘ってエネルギーが吸収され寿司ゲートがあかんかったそうや。ああ、シャリってすげえな。その代わり平行世界の扉が開いてしまったらしいや。なんだって、どういうこと平行世界って。そうや、もしもの世界やな。ポチッとすると来るで。え、何が来んの。パラレルワールドのライバルや。は、ユーリア。最後のボスはお前かよ。プリティソルジャーユーリア、パラレルワールドの、これは戦いよ。うん、え、体力45,000。マジかよユーリア、俺たちは争いたくないんだ。思い出してくれ、俺たち仲良しやろ。いいな、多分抵抗世界やから完全武蔵のことも全く知らん人ってことなのな多分。ねえ、ユーリアとまた戦うことになるとはな。第1章だけやろ戦ったの。2章やったっけ。なんか最初の方だけだもんね戦ったの本当に。よし、さあ赤い皿積み重なっとるぜ私のサラサラには。よし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 、オッケーオッケーオッケー。で、これで100連ザラして、で、バイバイシュートも打ってそう。赤い皿が全然ねえ。さあバイバイシュートいきましょう。赤、黒、黒、よし。さあ、あと6000ですね、体力抜き。もう勝つでしょ、これ。こんなもう鼻欲しいで外れる。おいおいおい、隠しボスというか最終ボス、大したことなかったでござるな。お祭り状態で全部打って終わらせましょう。ね、さあ終われー。え、まだ終わらん、なんで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 。回復なんかしてた、向こう。ずり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 。ちょっと待って待って待って、ナメプー、ナメプー押してた、ナメプー押してた。さあとりあえずこれで100連皿失敗した。ちょっと待って、最悪やん。ちょっと待って、ナメプー多すぎやって、それさっきから。まずい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 。ねえ、ついにバイバイシュート終われ。よーし、どんまい。勝ったからなんだって言うの。いや、もうこの話もパラレルワールドや。いや、おーし、見事攻略完了でーす。エビ天ロールじゃなくてね、レベルマックスじゃなくても何とかやるね、やっぱこのゲームは。なんだあいつ、強敵だった。ユーリア出てくるとはな。武蔵藩すごいわ。繋がる平行世界は毎日変わる。あー、エンド コンテンツ的なやつね、これって。いや、いい特訓場所できてよかったな、武蔵藩。さあ、これで多分終わりだよね、あのクリア後の要素は。ね、全部マップオープンされたし。ね、ちょっと調べるね。鎮守の森の、あ、さ、このびっくりマークがこれ最後かな、多分。これが。おー、来てくれはった。ね、間がってる人がおる。ね、なんか寿司神が仲間なるんだよ。久しぶりだな、武蔵。出たー、アブリコスじゃん。元気か。仲良しか。寿司を味わって食べるのはいいものだな。うん、俺様は今世界中のいろんな寿司を食べ回るのに大忙しだ。あ、そうなんだ。よかったよかった。悪いことしないもんな。バキューム食いは使わなくなってな。
お前に寿司紙を譲りにやってきたのか。マジで割りをもらえるっていう、これ強えもんな。かつての償いだ。俺も使わねえよっていう出たワニを食べてくれるな。さあ何出てくるんだろう、ワニ用の寿司。ねえ、すげえお前肥満体型やってんな。痩せた方がいいって、走るか、一緒に俺とジム行こうかな。はーい、さあ出てくる寿司は、あ、タコだって、うまそう。タコはわさびあったら結構うまいって俺気づいた。うん、このゲームしてから寿司屋に行く頻度が高すぎる。うまい。みんなもわさび食べて食ってみてね、一回。ねえ、バキューム食いだ。ワニをよろしくな。バキューム食いは100連皿と違い、ねえ、効果時間中ずっと寿司がつなぎ放題。ただし、ねえ、食べた中で一番グレードの低い皿になる。あ、低くなるんだそれって。でもな、でっけえ皿だったら意味あるのかな。でも100連皿の方が強えか、そう考えたら。よし、ということで皆様、このゲームの追加要素はおそらくこれで全部終わらせましたね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ね、まあ、こんな感じのゲームとかね、またどんどん新しいゲームとかも、今後はやっていきたいと思いますので、ぜひともね、いろんな動画もまだ見てない方がいたらぜひ見てくださいませ。チャンネル登録されてない方、チャンネル登録、あと高評価、あとはコメントとかね、ぜひとも感想動画書いていただけたら嬉しいです。ではでは皆様、また何か別の動画とかでお会いしましょう。あつぽよ、じゃの。みんなはね、オンライン対戦とか毎日日替わりとかも遊んでみてね。なし。